はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内健三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年10月8日火曜日に収録しております。昨日10月7日月曜日、午後9時から TBS で放送されましたプロフェッショナルランキング、プロダンサー300人がガチで投票、芸能界ダンスナンバーワンは誰かという前2時間特番、生放送で放送されたんですけども、すごく昨夜の番組を、まあ、楽しみにしていて、昨夜リアルタイムリアタイさせていただきました。まあ、番組自体ももうかなりその結構本格的で、その生パフォーマンスしてくださいましたソータさんとか世界さんも素晴らしかったですし、パリ五輪、ブレイキンに出演されましたシゲキックスさんや、ヒロタさん、ヒロテンさんも出演されてて、あのブレイキンはもう間違いなく私、シゲキックスさん、私はリアルで見てたので、リアタイで絶対に勝ったと思ったのが、その、まあ、勝てなくて、まあ、結局4位やったと思うんですけど、もう絶対にメダルを取っていただきたかった。なんかそんな思いで、今年のパリオリンピックのブレイキングを見てて、まあ、その辺出てくださって、また最後ものすごいパフォーマンスをしてくださって、楽しかったんですけども、その、まあ、このほっこりカフェチャンネル、まあ、今年の春過ぎ、そして夏から、私もま、急速にナンバーアイに惹かれるようになって、まあ、このところ週にいくつかナンバーアイに関する、そしてまた平野翔さんが一昨年になりますけども主演されました、クロサギを、2年の時を経て、今また1話この見させていただいて、お話しさせていただいたりしておりますので、まあ、このところほっこりカフェチャンネル、ナンバーアイのファンの皆さんも、結構たくさんの方がこう見てくださるようになったんですが、私もまず昨夜リアタイしてる時に、どういうことって、今、飛んだ ?3位飛んだと思って、ずーっとまあベスト20、そしてまたこの10位以降も、映像を流してくださって、まあこんなパフォーマンスです、こんなパフォーマンスです、映像があったんですけども、その4位が終わった後に、フェビュラスシスターズ、っていう、まあ、このすごく素敵な女性ダンスパフォーマンスグループのパフォーマンスがあった後に CM が開けて、で CM が開けて、なんかリアタイしてる時は、なんかこう、なんとなくこう、まあ、ぼーっとっていうか、楽しみながら見てるから、あれ ?3 位、平野翔くん。飛ばされてなかったと思って、どういうことで急にそれまで楽しく楽しんでたのが、あの人入るやるか、ラウル君どの辺に入るんやろうと思ってたりしてたら、急にそこが3位の翔くんが飛んじゃったから、どういうことって急にざわつき出して、まあ、とにかく最後まで見て、どこかでもう一度、まあ、後で遅れて3位を紹介されるということは、まあ、ちょっと考えづらいんやけども、まずは最後まで見ようと思って、その時は20代部門、そしてその後30代部門があって、まあ、一緒に見てた娘なんかは、私のま、奥さん娘はエンハイプンの大ファンやから、ニキ君が入らなおかしいやんってなんか娘が言ったりしたら、いや、ニキ君まだ18歳やんかって僕言って、私が言いまして、で、まあ、そっか、これ20代部門かっていうところで、なんか娘も納得して、まあニキ君に関しては今三角チョコパイの、マクドの CM 伊藤沙莉さんとこれはすごい抜擢やなと思って、これで一気になんか日本国内でも、まあ、ものすごい人気が爆発すると思うんですけど、すいません、ニキ君のこと脱線してしまいました。またいつかちょっとニキ君のこともなんかこう取り上げさせていただきたいなと思うんですけども、でこの20代の後30代のところがあって、そしてまた30代のところもなぜか3位のダパンプの健三さんだけが全くスルーされて、あれ健三さんも飛ばされたと思って、で結局最後まで、最後の方はすごく素敵な生パフォーマンスをスタジオでされて、なんか楽しくまあ終わったんですが、結果としては20代の方では3位のナンバーアイの平野翔くん、そして30代の方ではダパンプの健三さんだけが全く取り上げられてなかったなと思って、でまた放送終わった後録画してたからもう一度見返したんですけども、見返したらリアタイしてる時
に見逃してた、シットキングスの、庄司さんが、すごく素敵な、コメントこういうふうにくださってたやと思って、3位の平野翔くんに関して、本当にいろんなパフォーマンスの引き出し、見せ方の引き出しを持っていて、そこに爆発的な人間としての魅力、もう好きですっていう、庄司さん人からも素晴らしいんですけれども、もう庄司さんの、やっぱり翔くんの、なんかこう、スキル、実力的なところと、なんかこう、爆発的な人間としての魅力っていうことも語ってくださってて、なんかこう、ナンバーエイ翔くんのファンとしては、すごく本当に嬉しいコメントではあったかなと思うんですけども、それまで他のベスト10全員、その映像、ダンス映像が出てたんやけども、そこは全く、やっぱり出てなくて、で、言ったらこの、ベスト3ってすごく私もなんか大事かなと思うんですけど、その3位に入っておられる平野翔さんと、健三さんだけ、なんで取り上げられへんかったんかな、映像がなかったんかなと思って、で昨夜の段階では、考えられるとしたら、やっぱり2つしかないなと思って、で、そのうちの1つは、こういう番組を作るにあたって、もちろんこの所属アーティスト、その事務所の方に、今後こういう形でランキング形式で、発表しますので、さっき生放送だったと思うので、今までの段階でまだ何位かということは言えないんですけども、そのランキングに入られた時には、そのダンス映像、例えばこういう映像を放送させていただいていいでしょうかと、もちろん、事務所にその映像の許可をもちろん番組サイドはいただかれると思うんですけど、考えられる一つは、事務所サイドが、いやいや、もうそれはもう出さんとってください。っていう、それも全く、可能性がないことはないと思うんですけども、でもちょっと私の想像としては、2B っていうのは、いち早く、会見していかれるし、その配信やサブスクなんかももう最初からいち早く何倍しても解禁しておられたから、すごくそういった意味では、権利を守ろうっていう旧タイプの考え方ではなくて、全く逆にもう使ってくださいっていう感じ。それで世界が広がるなら、知ってもらえる方が一人でも多いなら、そして世界に出ていくために、世界の方に届けられるためなら、みたいな感じだと思うので、これ私の想像なんですけど、2B がこの番組に対して、いや、映像は使わないでくださいって言わはったっていう可能性は、ゼロではないとは思うんですけど、限りなく、ないかなと私は思います。となると、もう一つ、それがないとなると、もう一つの可能性としては、この番組サイドの方が、意図的に、例えばこの20代部門の3位の翔くんの映像を、使わなかった。使いたくなかったのかわからないですけど、番組サイドの意思として使わなかったとしか、どちらかしか、やっぱり可能性としてはないなと思って、で、昨夜も番組が終わった後、またこの、録画を見返したりしてて、ちょっと気持ち悪いなと思って、で、特に先週末、東京での土曜日、日曜日ライブさせていただきまして、ものすごい熱い、ナンバーアイのファンの皆さんも来てくださってて、結構ナンバーアイのファンの皆さんと、ナンバーアイの、素晴らしさ、私はもう新入りアイリズなんですけど、皆さんのお話を聞かせていただきながら、熱く帰ってきたとこやから、そんな話をして、だから余計に、どういうことなんと思って、で、きっと皆さん今夜の番組見たはって、どんな気持ちになったんやと思って、昨日も遅い時間やったんですけど、ちょっと動画で撮って、皆さんに呼びかけさせていただこうかなと思ったんですけども、この点の、発信っていうのはやっぱり気をつけな、結局皆さんの気持ちをざわざわさせてしまうだけやから、とりあえずちょっと明日以降、情報入手できるものは して、なんでやったのかなっていうところはちょっと探っていきたいなと思ってたんですけども、今朝起きたら、お二人から、実はメールをいただいて、
ただいてて、で、まあ、ちょっと、内容が内容なので、まあ、お名前を言わない方がいいかなと、まあ、思うんですけど、実は堀さんまた今年から、ナンバーエイのファンになられて、まあ、お年ぐらいのことを知られないかもしれないんですけど、お年からが去年にかけて、TBS の、元プロデューサーさんが、その事務所を、辞めて3人、脱退して遅れて、まあ、岸君が辞めて、そしてまた3人で、まあ、2B に行かれて、ナンバーエイを結成された。このあたりに対して、何かすごく、心ない、ひどい、なんかこう、発言、その、投稿をされているプロデューサーさんが、元 TBS に、おられたんですって。で、間違いなく、まあ、同じ TBS やから、この方の、なんかこう、影響っていうか、この方も、今回の番組に名を連ねてると思いますので、きっとその影響かなと思いますっていうことが、ほぼ同じような内容のメールをお二人からいただいて、で、そのお一人の方は、どういうことを言うたはったかっていうのが、この記事になっているところなんかも、教えてくださってて、まあ、これもお名前言ってもいいかなと思うんですけど、元テレビ TBS プロデューサーの、まあ、上田博樹さんっていう方が、まあ、この、三人が辞めてナンバーエイになったというあたりで、まあもう言葉はもうあえてこの言わなくても、もう2年3年前からファンの方はもうこれご存知のことやなと思うんですけど、私も読ませていただいて今朝から、わ、そんなことを、そんなひどいことを言うてる人がやはったんやなと思って、で、まあ、この方の、じゃあこの方が今回番組の最後エンドロールのところに名前を連ねておられたら、このメールいただいたみたいに、あ、まあ間違いなく、じゃあそういうことを言ってて、この辞めた3人に対してあまりよく思っておられない方がおられるんやとしたら、まあなかなか今この時代、そんな人が、現役バリバリでやってはるっていうのは考えづらいんですけど、まあでも、まあそうとしか思えへんなと思って、でもう一度そのエンドロールのところをチェックさせていただいたら、この私が見た限りはこの上田さんのお名前は最後、まあエンドロール結構たくさんの方のお名前が左から右にこう流れていったんですけども、この方のお名前がなかったから、メールいただいた方のなんかこう思いっていうのは、まあ、ちょっとそれは勘違いか、この方の影響でってなんかそのメールでなんか力説されてたので、まあ、それはちょっとお名前があそこになかったから、ちょっと私もどうかなと思うんですけど、で、一番最初にお名前が出た総合演出の竹永、これがのりひろさんとお読みするんかな。そして最後の方に出た総合プロデューサーの大木慎太郎さん、最初と最後に出た、まあ、総合演出、総合プロデューサー、まあ、このお二人がこの番組制作にあたっては、まあ、きっと大きな力を持って責任者やと思うんですけど、で、このお二人のなんかことをまたちょっとチェックさせていただきましたら、このお二人はカウントダウン TV ライブライブの今も現役のプロデューサーをされてますし、となると、なんかそんなことってされるってはちょっと考えづらいなと思って、で、昨夜も7時から2時間、カウントダウン TV ライブライブの、怒涛のランキングスペシャルがあって、で、ここから7時から9時がカウントダウン TV ライブライブ、そしてまたこの9時からの、この、プロフェッショナルランキングということで、そしてまたこの番組の終わりで、なんかこう、つなぐようなところのあったので、完全にもう本当に連携して制作されてるから、その制作人このプロフェッショナルランキングの方にも竹永さんや大木さんのお名前があったから、このカウントダウン TV ライブライブではナンバーアイをすごく素敵に取り上げていただいてるじゃないですか。だからもうそれも考えづらいなと思って、私の中でなんかこうクエスチョンマークがいくつもこう灯ったような今朝の状態になって、で、まあ、この上田さんの名前は、この、なかったから、あそこのエンドロールのところに、そのメールいただいたみたいに、まあ、こういう方がおられて、この方がナンバーエイのことが、すごくなんかこう、もう好きじゃないみたいやから、今回もこういうことになったと思いますっていうことは、すぐ、あ、そうですね、ということでは、なんか今見た限りは、名前がなかったから、なんともまあ、私もまあ、言えないし、また今回のプロフェッショナルランキングの、まあ、総合演出、総合プロデューサー、
に、なんかこう、ちゃんとクレジットされてた方が、カウンター TV ライブライブの方の現役のプロデューサーさんでもあるし、そちらの方ではしっかりといい形で、取り上げていただいてるから、まあ本当にどういうことなんやろうなと思って、まあただだからまあ、この、ちょっとそこがもうやっぱり連動してる感じやから、あまりなんかこう、大騒ぎしない方が、まあいいのかな、と、まあ、思いまして。で、今朝、時々私も見させていただきます。ダンサーの新田さんっていう方が、いつもなんか明るく楽しく、なんかこう、ナンバーを取り上げてくださってて、で、なんか、もう今朝、もうなんか動画アップされてたから、見させていただいたら、なんかあの方の私も、まあ、人柄がすごくいい方やなと思って見てるんですけど、あ、本当に、いい形で言うてはるなと、彼も本当に気持ちの中で、どういうことなんか気持ち悪いなって言いながらも、それ以上に、なんかこう、まあ、大騒ぎっていうか、誰々が悪いみたいな感じで持っていっても、決してよくいい方向にはいかへんっていうことを、なんか、しっかりと考慮しながら、なんか言葉を選びながら、なんかお話しされてるのを見て、ああ、なんか彼らしい、なんかものの言い方やなと思って、あ、本当になんか素敵な、なんか、こう、煽り立てないような言い方をされてて、あ、なんかお人柄が、なんかすごく言い方やなと改めて、今朝も思ったんですけども、メールいただいたみたいに、その元プロデューサーの方が、まあまあ以前、そのすごく3人のことに、まあちょっと強い言葉を発されたりしたり、してたんやけども、今回もきっとこの方の影響やと思いますみたいなところは、ちょっと私が見た感じでは直接結びつくようななんかものがなかったので、まあ、ここはちょっとまた何とも言えないので、まあ、またなんかこのそういう状況的なことでまた新しいなんかなんでかなっていうところが私もなんでかなと正直思いますので、まあ、そのあたりなんかこうちょっと情報が入ったらまた皆さんにお伝えさせていただきたいなと思っております。まあ、それでも30代の方も、ケンゾさんも、世界、ダンスの世界選手権に7連覇とか8連覇とかされてるから、そのダンスをなんかすごく詳しくなくても、芸能界の中で、まあ、むちゃむちゃダンスが、まあ、上手い人やっていうのは認識してるから、が、全くスルーされて、その映像が出なかったし、で、改めて昨日のテレビ欄を見させていただいたら、生放送プロが選ぶシーンのナンバーワンが今夜決定ってあって、で、後半のところで、一夜限りのスペシャルステージの後、スノーマン &BE:FIRST &DAPUMP JO1 1位はっていうことになってて、ここではそのナンバーワンの名前はもちろんここにはないんですけど、ここにちゃんとテレビ欄のところに DAPUMP っていう、まあ、名前がこれ載ってるから、きっともちろん DAPUMP のファンの皆さんも、あ、さあ誰かランキング上のに入ってるかなと思って楽しみにされてて、そしてまたまあきっとそのダパンプのファンの皆さんの中でも、そのメンバーの中でまあダンスのやっぱりテクニックがすごいのは誰かって思ってはるか、まあそのあたり私も詳しく知らないんですけど、なんか素人的にはやっぱりケンゾーさんがすごく有名やから、もしかしたらダパンプのファンの皆さんもケンゾーくん何に入ってるかなときっと思われてると思うんですけど、で、ちゃんとテレビ欄にダパンプっていう名前が入ってるのに、30代の方で、20代の方の翔くんは、審査員の、翔さんのすごく素敵な、コメントがあったんですけど、30代の方では、ケンゾーさんに関しては、その審査員のコメントもなかったと思うので、いやいや、なんか不思議なっていうか、で、それは決してなんか楽しい不思議じゃなくて、なんかまああんまりこれ以上考えても、いい方向になんか気持ちがいかへんなという意味での、なんかまああまり気持ち良くない意味での、なんか不思議な放送をやって、で、特にまあ20代の方では、まあビファスのソータさんがむちゃむちゃダンスが上手いっていうのも、なんとなく私ももう知ってますし、そして30代の1位になられたエグザイルの世界さんも、あの時エグザイルのオーディションを受けられる時に、あの時私もヒップホップのダンススクールにボーカルを教えに行ってたから、なんかこう自然とこのダンスの世界の情報みたいなものを自然と触れるようになって、まあ世界さんがすごいっていうのも知ってて、こんな方がちゃんとまたオーディションを受けはるんやと思って、なんかあの時すごい勇気、もうダンスの世界では名前が知られてる人やのに、またこうしてちゃんと一から他の方と同じようにオーディションを受けはるんや
と思って、で、また、エグザイルのメンバーになられて、決まって、なんか良かったなって、時、なんかこう思ったことを、なんとなく覚えてて、で、まあ、すごく、なんか、自分からというタイプの方じゃないから、1位に選ばれても、なんかこう、ちょっと恥ずかしそうに出てこられた、あたりの雰囲気も、まあ、本当に、まあ、リアルに、やっぱりナンバーワンを選んではるなと思ったから、このあたり、すごい企画では、結構これ難しいと思うんですよ。なんかこう、人気アーティストが結構たくさんおられるから、このあたりをちゃんとこの順位付けるっていうことは、なかなか私勇気のある、まあ、番組やと思いますし、また審査員の方も、ちゃんと顔出ししてコメントされてる方なんかもすごく、勇気があるなと思いました。ただ、300人とおっしゃってるから、300人のお名前なんかは、出ましたでしょうか？私またもう一回まあ見返しますけど、300人のお名前がバッと出たりしたら、まあいいかなと思うんですけど、300人って目打っておられるんやから、まあ全員の顔を出すの大変やと思うんですけど、一瞬でもいいから、300人のお名前みたいなものは出された方が、やっぱりよりなんか、ちょっとまあ信憑性というか、いいのではないかなとまあ思いましたし、こういうダンサーの方が、プロのダンサーの方が、こういうふうにまあランキングをつけたりする、審査する方も、選ぶ方も、すごく難しいと思うんですけど、私なんかこう、ダンサーの方ってなんかアスリートみたいに私も思ってて、こういうことに関しては絶対になんか忖度なく、しっかりと自分が本当にうまいと思った人を選ばはるやろうなという、なんか、こう理由なきそういうダンサーの方へのなんか信頼があって、おそらく今回もやっぱりその変な忖度とかなく、ちゃんとそのダンサー、プロのダンサーさんが自分が上手いと思う人をしっかりと選んでおられる結果がこの結果やと思うので、そういった意味ではそのベスト20、ベスト10に入られたアーティストなんかはすごく誇りに思っていいと思いますし、30代の方には私も大好きなスノーマンから12位に伊達様、11位に山本ひかるさん、ひーくん、そして6位に佐久間大介さん、さっくんが入ってて、まあ、このあたりもなんか皆さんしっかりちゃんと見てくださってるんやなと思って、かなりこの通好みの方からスーパーアイドルまでしっかり、もうそれはそういうとの立ち位置関係なく、ダンスが誰が上手かっていう視点でしっかり選んでいただいてるなというのもね、すごいなと思いましたし、20代の方の、こちらが4位に選ばれました。桑原、これ、匠さんって読むでしょうか。ジェットボーイバンカーズ、この後、グループでのパフォーマンスもすごかったし、こんなダンス上手な、まあ、人、そして上手なグループがいるんやなっていうのも、私も、こう、知らなかった、なんか、すごいパフォーマンスされる方も知ったりできたので、そういった意味では、すごくいい番組やったから、20代の3位の翔くん、30代の3位の健三さんだけなぜかここだけポコンと映像が出てなかったっていうことが、今の段階ではなんかこれはこうやからってもちろん結論付けることはできへんと思うんですけども、まあおそらく番組サイドの何らかの判断でその映されなかったとしか思えないので、まあ、これはちょっと今日、まあ、高校誰々のせいなんですっていう、まあ、直接メールもいただいたりしてたんですけど、まあ、それはちょっと今の段階では、私もそれはもう断言できへんとしか、言えないんですけども、まあ、今の段階で、その週末、土曜日、日曜日と、なんか熱く何倍のこと、翔くんのことを、なんかこう、皆さんと熱く語って帰ってきたところやので、まあこの手の言うたら話題は、まあ堀さんあまりこれはもうなんかこう騒ぎ立てない方がいいですよっていうようなご意見をよくいただくんですけど、それもちろん分かってますし、今回はまあこれ以上なんかこう皆さんで声を上げてっていうふうに思わないんですけども、やっぱりどう考えても2024年の10月段階で、まあどう考えても普通に見ててものすごく違和感があったので、まあ、これはあえてきっとそんな気持ちでおられる方、ほこりカフェチャンネル見てくださっている方もたくさんおられるので、今週はまたもう翔くんのまた、このドラマについてや、またこのナンバーアイの新しいアルバムからの楽曲についてもお話したいと思ってたから、ここを飛ばしてなんかその楽しいところに行くのもなんかどうかなと思いましたので、昨夜の放送やっぱりどう考えてもおかしいし、まだクエスチョンマークがいっぱい灯っているんやけども、まあまあそれ以上
おかしいおかしいって言うてても、なんかここから名前の3人が、まあ、TBS となんかちょっとこんな変なあのこう距離みたいなものが、まあ、できるのも良くないと思うし、まあでもやってるのは番組サイドの方がやってるから、まあ、あれなんですけど、まあまあそれはそれはそれとして、まあ今の段階でなんかちょっと私の感じたところを、まあ、お話しさせていただきました。またなんか皆さん の, あの素直な気持ちもコメントに書いていただいて、少しでもなんか皆さんの気持ちが楽になるんやったら、ぜひまたコメントで皆さんの素直な気持ちも書いていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。